はい、どうも、バーサスコム鬼武者3編後半戦になります。現在の時間はですね、2時回ったところです。はい、そして出玉が僕の方がプラス612枚、そしてコンピューターがマイナス1452枚となっていますが、現在両方同時に当たっている状態です。それでは早速後半戦、残り6時間ほど打っていきたいと思います。それでは実戦をご覧ください。どうぞ。さあ、それでは早速後半戦、とりあえずコンピューターの方をオートスタート。ピック、じゃあこっち。やられた。おお、蹴ったよ。さて、1084ゲームレギュラー、これからこれから。さて、ここから負けて100機で本前頂点みたいな。お、びっくりした、普通に勝った。ラッキー。185ゲームビッグ。ラッキー。ちょっと予想外。当たると思ってなかった。おお、いや、雪姫出ました。これで2ゴロ以内のビッグの連チャンが確定しました。後半始まって幸先がよろし。20ゲームビッグ。711枚がサクサク連チャンするのは4号機ならではです。いや、こんぐらいは短時間でがっつり勝ったな。さて、ビッグ中キャラが出なかったんで、次回、2ゴロ以内に連チャンすることを願っていきましょう。さあ、7112連チャンでプラス1851枚でございます。早い、いいね、4号機。うん、いやー、プレステ1013ハマり。さて、僕の方ももう間もなく4000じゃねえ、1000ゲーム余りますね。いやー、もう何回来たか忘れた、100機モード中の扉リプレイ。焦りまくりの扉リプレイ。もう当たってくれ。うわ、どうだ。いやー、ほんと100機のリプレイ扉外れんな今日。久しぶりに珍しいもん出たな。扉から楓が出ました。これは100機モードでございます。いやー、本日最大ハマり。
いやー、1111ゲーム。ハマるね。天井だなこれ。やばい、ざわざわしてきた。化け天か。これで100キルでしょ。このままざわざわしてバケと。やっぱり来た。やっぱりか。1162ゲーム、ハマりにハマって4時45分バケでございます。まだある。これから、これから。携帯普通、足軽3匹、そしてもちろんミシェルは、おお止まった。おお止まった。絶対こけると思ったのに。うい、165ゲームレギュラー。まただよ、116ゲームレギュラー。3連続。えへ、チャンス目。スイカ、ですね、若干本前兆の方が出やすいのかな。お、素敵、よかった。矛盾した。なかった。69ゲームピック、5時15分です。いやー、お久しぶりのビッグでした。711枚。ふう、さてこの調子で2ゴロ以内にバシバシと当たってほしい。現在プラス、620枚。残り3時間を切りましたね。おお、スイカ解除、当たり扉だ。よっしゃ。ああ、滑る。これで決まる。82ゲームレギュラー。いやー、バケ追い上げてきたな。
さて、ここでまた二頃までの楽しみができたぞ。よっ、206ゲームラストチャンス。ゲーム数的に本当にこれがラストチャンスだと思う。ノーマル A もしくはノーマル B です。おお、6000ゲーム回して初のヒョウ柄の箱ですよ。これからこれから、いやヒョウ柄足がある3匹。いやー、おプラス23枚ですよ。もう消極的に、はい、453ゲームバケ。いやー何事もなく二頃超えますね。いやー結構化けばっかりだな、後半化けばっかで出玉が増えない。うわー、ヒョウ柄2連。あれ？今なんか出たんだな、じゃあ。あー入った、よかった、早かった。今度こそビッグ。あーやっとだ、久しぶり308ゲーム。時間は6時45分です。ミニキャラ出ず、11枚獲得。お、かろうじて3枚プラスですね。341枚プラス。よっしゃ、一気にプラスになってくれ。あっち、これいた、いただいたでしょ。よっしゃ、まあまあよかった、8ゲームレギュラー。もう一回、あーないか。プレステッツすごいな、すげえ追い上げたな。おー、プレステッツカマー星人来た。
レステまたかよ。いやプレステの連チャンが終わる気がしないな。あれさてこっちも100機なんでサクッと当たってくれい。はい抜ける。あこれやめらんない。いやまだ終わんないな。7000ゲームまでよと。ラストチャンス。ラストチャンスです。現在トータルゲーム数6988ゲーム、時間は、7時半ですね。おー、ここでプレステ2カマオ星人、もうとことんだな。もう今日のこのね100機のねリプレイの外れたらない。何回外したんだ。頼む本前町で会ってくれ。おー熱い熱いブレインさん。頼む。いや弱いぞ。うわ終わった終了。今回プレステ2なんで、しかもカマー星人出てるんで7000ゲームまで回そうかなと思います。はい、時間は、はい、8時ですね。8時になりました。13時間実践を終了したいと思います。はい、早速、結果の方を、発表していきたいと思います。はい、まずは僕の方から、トータルゲーム数7010ゲーム、ビッグ13回バケ10回でマイナス229枚、対してコンピューターの方が7175ゲーム回しまして、ビッグ17回バケ3回、獲得枚数がプラス2841枚と、なりました。最終的に、コンピューターを高速消化させまして、同じゲーム数、約7000ゲームですね消化させました。で、まあ7175ゲームなんですけども、まあ、連チャンが終わった時点で終了という形にしてみましたところ、まあ2800枚と。そして僕は、最終的にえらい飲まれハマり、マイナス200枚となってしまいました。はい、4号機の一撃を見せてきたのかなと思います。はい、といった形で、久しぶりに鬼武者3 13時間打って、まあ面白かったです。この調子でいつかは新鬼武者の方もですね実践できればなと思います。かなり今回もしんどい
後半戦眠かったんですけども、この調子でまた次回もですね、まだ何を打つか決まってませんけども、やる際はですね、僕のツイッター、ブログ、あとは P マートのトップページ等で、告知をしていきますので、ツイッターやってる方はぜひフォローしてください。それではまた次回お会いしましょう。生放送もぜひ参加してください。それではお疲れ様でした。